料理ここで使うんだ。最初のご料理はねっとりとした甘みが特徴のイカの王様ともに言われますアオリイカでございます。本日はわさび醤油で軽くマリネいたしまして、周りね季節のお野菜や粉末状のカラスに記載しましたカラスにも添えております。真ん中にございますお花はシソの香りのします花ホイソでございます。茎の部分は硬くなっておりますので、お花の部分お好みでご一緒にお召し上がりください。お汗どうぞ。お願いします。お塩の中でゆっくりゆっくり塩でていきますね。お願いいたします。万願寺唐辛子、京野菜のもの。あとは神奈川県、横須賀沖の太刀魚。万願寺唐辛子、太刀魚の炭火焼きになります。どうぞ。で仕上げに黒胡椒をかけてます。軽く混ぜてからお召し上がりくださいませ。アワビの肝苦手ではないですか？京都の黒七味にガーリックパウダー、ブラックペッパー、塩など混ぜ込んだスパイスをご用意してあります。ギモーブというマシュマロなんですが、パッションフルーツの味でご用意してまして、フロランタンと最後にフランボワーズのマカロンでご用意しています。